トコムスケア TV 第3部はゴムについて東京トレーダーズタイムズの小針英夫さんに解説をしていただきます。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい。さあ、小針さんといえばゴムといえば小針さん。いや、はい、そんなことはないんですけどね。今ゴムまた注目ですよね。そうですね。一部マニアな方にすごく注目されてます。はい、マニアじゃない方には全く注目されてません。いえいえ、そんなことないです。教えてください。はい。ゴムは基本的に需給が緩和してて、はい、ずっと下げてて、まだ下げるだろうって見てたんですけども、予想に反してすごい今上げてますね。はい、急進、急騰とは言いますけど、急進というような今状況ですね。まあ下げすぎたっていうのもあるとは思うんですけれども、それにしても結構上げの速度が速いですね。はい、で、この犯人探しと言いますか、じゃあなぜゴムの相場がこんだけポンポンポンって上がってきたのか。なんでですか？っていうのを今日はちょっとご説明したいなと。思ってる。すごい確信の部分から一気にいきますよね。ズバッと。はい。ズバッと教えてください。いや、教えるってわけないですけど。はい。はい。いろんな見方がいろんな要因とか、あるんですけども、私なりに答えは今日見つけて発表したいと思ってます。はい。その前に、まあ、どれだけ上がってるのかって見ていきたいと思うんですけども、ゴムの相場、これ東京ゴムの先にですね、はい、今年の3月と6月に200円近く、はい、まあ210円までですね、上げまして、ダブルトップつけたんです。はい、まあ当然、チャート的には、値崩れのパターンですので、まあ。ずっとつい最近までずっと下げてたんですよね。そうですね。まあ下げてきた要因って、まあ、需給が緩和したっていうことに尽きるんですけれども、今年の4月から8月までの間、はい、天然ゴムの大手生鮮国、タイ、インドネシア、マレーシア、この3カ国が、輸出を削減したんですね。まあその効果もあって、供給量が減った、それと、まあ、その効果がここまではあったんです。はい、そこまではあって、はい、でも今回は、でも、その効果が薄れて、輸出に回った分って在庫化しなきゃいけないんで、在庫化してる分が放出されたということで、一気に供給が増えたんですね。それと、この6月、7月、8月で、今現在も世界最大の天然ゴム生産国、タイは増産期、7月、8月ぐらいから生産期に入って、9月、10月、今ですね、ちょうど年間通知で最大の今、大増産期に入ってますので、供給が一気に増えたということで、需給が緩和して、値段は一方的に下落を強めたと。いう状況で、10月3日には154円台まで相場は下落したというね。高値からはまあ50円以上ですか、下げたという状況ですね。ところが、この10月3日の安値154円30銭、これを起点に上昇傾向、今、一本調子でまだ上げ続けておりまして、11月6日、先週末ですね、これには180円まで相場が上げていたという状況です。大体少し3ヶ月ぶりぐらいの高値になりますね。で、この下げてきた相場が、まあ、上昇に転じた。下げすぎの反動で1段、2段、3段下げましたので、テクニカル的に下げすぎの反動で上げてきたという見方が、まあ、上道なんですけれども、相場が上げてきたのはテクニカル要因っていうのは必ず、あるんですけれども、その前提要因で、需給がやはり、緩和から引き締まりに、そうですね、それがないと上がってきません。で、そういった要因があるのかないのか、でマーケットの一般的な見方は、まだ緩和しててですね、あくまでテクニカル要因、180円まで上げてきましたけども、そろそろ上げの限界で、ここからまた下げて、150円ぐらいまで下げるんじゃないかって見方が多いと思います。でも、もしこの背景にですね、確実な需給の引き締まり要因があるんだとすれば、この上昇が本物でですね、ここから修正波動に入ってもう一回上げる可能性があるかなというふうな感じがします。で、その要因っていうのが、要因はまだちょっとまだずいぶん先、今日は先話、なんかあるんですか、予定が。いや、早く確信を知りたいなと。はい、じゃあ。で、上海もですね、安値から、まあ、1万元ぐらいまで下げてきて、今上がってきてるんですね。これも9月の高値抜きそうな感じで、ちょっと今、つらせですね。はい。これからまた下げると、ダブルトップになっちゃう可能性があるんですけども、これを突破すると、上昇トレンドにまた入ってくる感じはしますよね。はい。で、ここからが、じゃあなぜ上がったのかという、ちょっと触れていきたいと思うんですけども、はい、なぜでしょうか。はい、今、パームオイルが今すぐ上がってきてるんです。あ、その前にですね、第1部で、ウィークリーでちょっと触れましたけども、はい、国際商品の中で今、どっぽ高になってる銘柄が一つありまして、それが大豆オイル。大豆オイルってましたね。大豆油がすごく上がってるんです。はい、めちゃくちゃ上がってるんです。で、この大豆油の上昇に合わせて、パームオイルの相場が今すごい上がってるんです。特に今年の7月、夏場からですね、すごい今上がってるんですね。で、需給、在庫も多いですし、需給も崩れてるんですけども、それでも上がってるんです。で、そのなぜかっていうことなんですけども、はい、なぜパームオイルが上がって、大豆オイルが上がってるかっていう理由なんですけども、アフリカ豚コレラが今流行してて、はい、中国では豚がすごい死んでるんですね。いろんな写真も出てます。アフリカ豚コレラというと、中国のまず状況が説明されてて、はい、たくさんの養豚場で豚の死骸がたくさん写ってる写真があります。あまり、気持ちいい写真ではないんですけれども、それだけこのコレラがすごく今蔓延してて、はい、ここにもありますけれども、そうですね、その前に、はい、はい、今のパームオイルと、アメリカのオイル、この説明をする前に、じゃあなぜこのアフリカ豚コレラが流行ってるのかって、ちょっとこれ説明を書きをしてたんですけれども、100% これに感染するとですね、必ず死んじゃうんです。ああ、もうダメなんです。助かんないんですか。そうです。で、感染速度も速いので、はい、もう届けと同時に屠殺っていうのも中国政府が義務付けてるんです。そのぐらい今ひどくて。はい、で、今、中国というと、養豚場が多いですし、豚の消費量も多いんですけれども、この豚の飼料に大豆カスが使われるんですね。大豆を輸入して、その大豆カスを餌で与えるんですけど、オイルの絞りかすってことですか。そうです。で、その絞ったオイルは食料油とかで使われるんですよ。結局、このたくさんの豚が今死んでますから、輸入しないんです。要するに餌いらないじゃないですか。もう豚がもう次々死んでますから。それで、逆にそのオイルが今すごく少なくなってるんです。で、今中国の、この食料用油の輸入量が急増してるんですね。すごい今増えてるんです。そんなわけで、アメリカ、なるほど。そうですね。わかる。結構ね、このからくりが、まあ、わかると面白くなって。今、ピシッとはまりました。はい。なるほどね。このからくりがすごく面白いんですけども。まあ、そういう、根底的にはそのアフリカ豚コレラの原因があって、中国が大豆を輸入しなくなっている。はい、で、それで餌がいらない。はい、で、それとともに、食料油が少なくなってる。はい、で、緊急輸入で今、どんどんアメリカから、大豆油、オイルを輸入しますし、はい、で、それで上がってきてるので、まあちょっと上げすぎっていうのもあって、じゃあ他にオイルないのかっていうんで、今パームオイルもどんどん今輸入してるんですね。はい、そこでパームに行くわけですね。そうです。それでマレーシア市場のパーム相場が今急騰してるんです。で、今11月上旬現在でトマトに25,000リンギット。まあリンギットとマレーシアこれ通貨ですね。で、2018年10月以来の高値圏まで今上がっていると状況です。なるほど、分かって気持ちがいいですね、すごくね。この辺の軽くのにね。はい、で、ここからまたもう一つあってですね、世界の三大天然鉱物生産国は、はい、タイ、マレーシア、インドネシア、この3カ国なんですけども、このマレーシアとインドネシアっていうのは、はい、パームオイルと天然ゴムの農園がすごく多いんです。で、特にインドネシアは、パームオイルの値段が上がると、天然ゴムの農園からパームオイルに切り替えるんです。はい。はい。で、パームオイルの値段が下がって、天然ゴムの値段が上がると、パームオイルから天然ゴムに切り替えるんです。ですから、これだけパームオイルが上がって、今、天然ゴムを下げてるじゃないですか。はい。ですから、パームオイルから天然ゴムの農園をやめて、パームオイルに切り替えるのが今増えてるんですね。そんなに簡単にスイッチできるもんなんですか？できません。大体、6年かかりますから。でも、先物マーケットですから、はい、その状況をいち早く在来として取り込んで、相場が上がってるってことです。今現状は全然変わってませんよ。天然ゴムのマーケットから、天然ゴムの農園から切り替えると、そういう容易ではありませんので、ただそういう状況、傾向になってるっていうことから、いち早く先物マーケットは、それを材料として、まあ、思惑の買いが入ってるということですね。いち早く材料としてマーケットが反応しているという状況ですね。原石に需及喚起に影響を及ぼすのはまた何年か先になりますけれども、材料として織り込んでいるということですね。ちなみに、参考材料として、国別のパームオイル生産量は、大体インドネシアが世界の半分、マレーシアが3割を占めてますということも、一応データとして、用意させていただきました。はい、それと、今月初め、ARPC、これは天然ガム生産国連合と言いますけれども、こちらの方が需給予想を出したんですけれども、今年上半期、1月から6月まで半年間で、天然ガムの生産というか供給ですね、585万3000トン。で、一方の消費は693万3000トンということで、この差し引き、108万トンの大掛かりな供給不足になるというふうな見通しを出してるんですね。はい、正直、ちょっと嘘だろうっていう感じはしないでもないんですけども、一応こういった情報なんかも出てきたので、マーケットは材料として受け止めて、強い材料として買いが入りやすい、今、状況になっているというところですね。これが今回、ANRPC、天然ゴム生産国連合が示した今年上半期の天然ゴムの需給ですね。左のグリーンが供給、右の青色需要がこれが需要が、約700、で、供給が600弱ということで、供給格差が108万トンもありますよということですね。こういったのも一つの材料になっている可能性はあります。ただ、ちょっとおまけですけども、IRSG 国際天然ガム研究会が発表した今年初めの予想では、29万8000トンの供給過剰になるだろうと予想が出しますし、現実的にはこんな感じじゃないかなと思うんですけれども、NPC としては100万トンを超える供給不足になっているという見方をしています。これでもちょっと今、足元材料になっている可能性がありますね。はい、なるほど、そういうことで今、ゴムが上がってきてるんだよっていうのがね、そうですね、100% この見方が正しいかどうかは分かりませんけども、自分なりに分析して、かなり正解に近い可能性があるかなと思います、ご参考まで。ピシッとはまった時は、ものすごく気持ちよかったです、そうなんですよね、からくりがちょっと溶けると思う。なるほど、ぜひ皆さんもね、ちょっとさーっと聞いていた方はまた見直していただければと。結構面白いと思いますね、この面白かったです、推理というか。はい。ということで、トコムスクエア TV 最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。ぜひ気に入ったという方はですね、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。はい。グッドも押していただけると嬉しいなと思います。嬉しいです。はい。小針さんどうもありがとうございました。またよろしくお願いいたします。はい。それではまた来週、さようなら。